ポータブル電源についている DC 出力ポート DC5521 と呼ばれている直流電源を使うと AC 電源のコンセントを使うより 1.7 倍程度得をします。 DC5521 はよく直流で動く商品に使われています。コネクタの外径が 5.5 ミリで内径が 2.1 ミリです。内へは LED 照明、空気清浄機、インターネットで使う ONU のコネクタが DC5521 端子で、防犯カメラの電源コネクタとしてもよく使われています。一部のポータブル電源にはこのコネクタのケーブルが付属していますが、これを使いたい家電の電源コネクタに差し込んでコネクタが一致していることを確認したら、その家電の AC アダプタを見ましょう。コネクタが一致していても使っている電圧や電流が違う場合があるので必ず確認します。このポータブル電源の DC5521 は出力が直流の約 12V で 3A 以下、コネクタの中の方がプラスです。 AC アダプターの出力を見るとこれは 12V の直流です。交流の場合だったら波マークか AC と書いています。 AC アダプターが出力する電流は 5A なので、 12V×5A の 60W を最大で消費する商品なのでしょう。ポータブル電源の許容を超えているため出力を下げて 3A 以下で利用できるのであれば動く可能性はありますが、下手をすると安全装置が働いて止まるか壊れるかです。気をつけましょう。コネクタは内側がプラスですのでこの部分は OK です。大抵は中の方がプラスですが、外側がプラスだなんてものも時々ありますのでよく確認しましょう。では DC5521 のコネクタを持つ LED 照明を付属の AC アダプタではなくポータブル電源の DC5521 から使ってみましょう。電源を入れると光りました。このようにケーブルは自作することも可能です。もし DIY する際は必ずテスターでショートしていないか確認してから機器に接続してください。パーツは Amazon でも購入できます。もしコネクタのサイズが違う場合、このような変換コネクタも Amazon で販売されています。導線は安ければ何でもいいわけではなく、何アンペアまで流せる導線なのかを確認して購入しましょう。ポータブル電源の出力を見ると5521は AC 電源に比べてかなり低い値が表示されますが、実際にはこれ以上の電力を内蔵されている蓄電池から取り出しています。変換ロスの分もありますが、ポータブル電源を管理しているシステム自体も電力を消費しているため、この値通りの消費電力ではありません。同じ 10W の電化製品を使うにしても5521の方から使うと蓄電池からは約 20W。 AC 電源からだと 33W くらいが取り出されます。 AC で使うと 1.7 倍くらい損をします。 AC で10時間使えたものが DC 接続にしたら17時間使える計算です。この値はポータブル電源や AC アダプターによっても違ってくるので皆同じではありませんが、特に AC の最大出力が 2000W 出せるような大きい電源だと 10W なんて小さな電力を AC で使うと効率が 30% くらいは平気で悪くなりますので、消費電力が小さい直流商品を使う場合は極力直流電源を利用した方が効率よく使うことができます。内蔵されているリチウムイオンバッテリーは直流ですが、これを交流に変換するときに高速でスイッチングをしています。純正原波の交流だと非常に高速にスイッチングをし、そのときにどうしても発熱してしまい、電気エネルギーの一部が熱としてロスしてしまいます。この部分が熱を持っているのはせっかくの電気エネルギーが熱エネルギーとして捨てられている証拠です。そしてせっかく作ったこの交流の電気をこのような AC アダプターで直流に直すのですが、その際も熱を発してしまいエネルギーをまた捨てています。もったいないです。ただつなげる際はあくまでも自己責任でお願いします。メーカーが用意した AC アダプター以外を使って破損させた場合、メーカー保証はありません。